ある晩、ふとしたことから死にたいなと思っちゃって、友達に電話したんだ。すると友達は怖い声で、君はもう死んでいるよと言った。ノートパソコンから凄まじい声が聞こえてきて、部屋中が揺れてきたんだ。何が起こってるかわからなくなって、呼吸が荒くなってきた。そしたら、急に部屋の隅から、白い霊が出てきて、こちらに向かってきたんだ。逃げるようにして出て行こうとしたんだけど、ドアが開かなくて、霊はますます近づいてきて、その瞬間、目が覚めた。でも部屋の隅に何かが見えた気がしたままで、怖くて身がすくんでしまったよ。本当に怖かったな。